世界ナンバーワンのステイヤーを決める一戦 WBC ロング、カメハメハ大王もレースの行方に注目していることでしょう。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。10番エフェプトアスカ、ダッシュがつきません。先行グループからまず見てまいりましょう。ボブズリターンが先手を取ります。それからもう1頭6番ルソー、内を通って5番ワイト&パワー、この辺りちょっと離れているユーダーフレンドリー、レッド稼働が並んでいます。そして6番手にランドであります。外を通りまして11番ブラウンパンサー、コンディットがその後ろ、内から1頭8番チャオム、1番ロドルフィンシャドウ、その後ろでやりましょうか。オーダーオブセントジョージ、それからエフェプトアスカ、もう一度先頭に戻りましょう。これが先頭、究極の力勝負もいざクライマックスへ。先頭行くのは2番ボブグリターン、レッド稼働が差を詰めてきた。内からはレッド稼働が来ている。ボブグリターンが抜け出した、抜けた抜けた。9番レッド稼働、レッド稼働先頭、チャウムが襲いかかる。外からチャウム、チャウムかわして先頭に立った。貫禄を見せつけました。8番チャウム、強い馬が強い競馬、これこそ競馬の醍醐味だ。